鹿男青仁吉は、日本の小説家、万丈目学ぶのファンタジー小説である。奈良の女子校に赴任した教師が、奈良公園の鹿に命を受け、日本の滅亡を防ぐために奮闘する物語。タイトルの、青仁吉は、奈良につく枕言葉。2007年4月10日に、元当社より刊行され、2007年夏には、第137回、直木賞候補になった。 さらに2008年1月には第5回本屋大賞の候補10作品にノミネートされた。発行部数は当初7万部と発表されていたが2009年3月現在では20万部を突破した。2010年4月6日には厳冬者文庫が刊行された。2008年にテレビドラマ化され漫画化もされた。9月、俺は ひょんなことから、大学の教授に勧められ、二学期の間限定で、奈良の女子校の教師になる。しかし、生徒にからかわれたり、無視されたりと、コミュニケーションが取れず、途方に暮れる。そうして迎えた10月、奈良公園の大仏堂の裏にいた、俺の前に突如鹿が現れ、人間の言葉で話しかけてきたのだ。実はその鹿は1800年前から人間を、 守り続けてきた存在で、60年に一度行われる、沈めの儀式で用いる目を運ぶ役に、俺を任命する。目は、人間界で、三角と呼ばれ、狐の、使い番を任せられた女性から渡されると話す鹿で、あったが、俺は、使い番に気づかず、あげくに違うものを渡される。鹿は、目をネズミに奪われたと言い,い、状況が理解できない、俺に印をつけ、 俺の顔を鹿にしてしまう。そして鹿は目を取り戻さないと日本が滅びると警告するのであった。ちょうど同じ頃、東では火山性微動が続き富士山が噴火する兆候にあった。一方、勤務する高校では年に一度のスポーツイベントである姉妹校との交流戦、大和杯が行われようとしていた。そして俺はその優勝プレートが 三角と呼ばれていることを聞く。剣道部の顧問になった、俺は、そのプレートこそ、鹿が言っていた目であると考え、人類を危機から救うために目を取り戻そうと優勝を目指すのだが、思わぬ事態が待ち構えていた。平城宮跡の隣に建てられた学校で、俺が勤務することになった場所。シンボルは鹿。平安兄弟代理の近くに建てられた学校。奈良女学館の姉妹校。 シンボルは狐。南馬宮跡の隣に建てられた学校。奈良女学館の姉妹校。シンボルはネズミ。2008年1月17日から3月20日まで、フジテレビ系で毎週木曜22時の22時54分に放送された。主演は玉木博初回は15分拡大。奈良女学館教職員生徒その他の女学館の教職員小料理屋。 福原その他ゲストオリジナルのエピソードを交えながら、ほぼ原作を忠実にドラマ化している。コミックバーズ2008年5月号から2010年3月号にかけて、梶原に来、作画によるコミックとして連載されていた。主人公の名前は、テレビドラマ版と同じく、小川隆信だが、藤原くんを男性教師に設定しているなど、内容は原作をほぼ忠実に再現している。 ありがとうございます。